ない。ありがとうございます。はい、検討やっていきます。本日の方は、こちら。うまいっすね。うん、ラッス率が 16.7。しかも914戦ジャンセイ3。いや、うますぎやろ。ジャンセイ3になってからだもんね。対戦数が浅いと、金の間とかが混ざってたりするけど。うん。めちゃくちゃいいんじゃないですか。ね、補充率 9%。で、玉点も近いのか。残り2000ポイント。上がり率22、補充率9。めっちゃ守備と思ったけど、フル率は 32.4。いや、まあ理想的な成績だと思います。はい。まあ俺は結構ガツガツいくからね、トップ率高い麻雀だけど。うん。まあ通常のラス回避はこんなもんすからね。こんな感じで守備で、トップ率は少なくても、その分ラス率も少なくてっていう感じのね。なんかカメラの設定おかしいな、これ。光か、これ。まあいいか。はい、はい、ラスカヒマージャンで、あとは、あ、こっちのやつもあったか。あ、こっちの画面もあった。なんか前回の配布検討によると、下手な時のも混ざってるって言ってたんで、まあこれはいいかな。うん。まあどっちにしても、さっきのね、直近951試合、めちゃくちゃいいんで。はい、やってきます。はい、ちょっと、めちゃくちゃうまい可能性あるんで、ちょっと最初、あくまで俺はっていう視点でやりますね。多分基本的な、ことはもう外さないような気がするので、ここまで成績いいと。だから基本、初歩的なことやっててもなんか、何もないで終わっちゃう可能性あるんで、俺はこうするって感じのちょっと癖強めでいきます。はい。うまいな。うん、甘い飲みもうまいな。甘い飲み物ね。全然飲んでないと本当に。あ、ちょっとカメラどうなってんのこれ。暗いな。部屋が暗いのこれ。ん？まあいいや。いや、な、暗い。なんかカメラ角度か。あ、書くのか。甘い飲み物ね、本当にね、2週間ぐらい飲まないと、戦時中の子供みたいに、ギブミーチョコレート状態になるんで、皆さんはあんまり気にしたことないと思いますけど、マジで節約生活で、甘い飲み物一切飲まないと、甘い飲み物飲んだ時に、うまーってなりますからね。まあ最近はちょっと飲んでますけど、1日、CC レモンとかね。とにかくなんちゃドラ急走をやっていきましょう。なんがドイツ。はい。ジャン玉の玉の間。何本？2ピン。おい。3万。ポン。6ピン。同じやんけ。全部同じやんけ。つまらんな。いい意味でつまらんな。うん。まあ、リーチ入ったから、なんかめちゃくそ早いリーチ入ったから、置いていく。うん、もうパーピンしかないな、切るもん。です。何それ、待って。な、ちょっとわかんない。パーピーに出ます。スーマンの方が安全なのこれ。ちょっと俺、それは、そういう戦術知らないんで。スーマンとパーピンだと、まあ、片筋だからってこと。当然、両面で当たるなら、スーマンは1スーマンだけ、パーピンはパーピンだけ。なんだけど、安牌少なすぎて、単純にちょっと上がりというかね、メンツできるもんね。馬引いたら。うん。まあ、その観点で言うなら、ガチで1枚のはなんだ ?2 チャンスパーマンかパーマンになるのか本当にガチでちょっとでも降りたいってなるとパーマンうん。まあ行きましょうか。いや、振るんかい。なんかおもろいね。じゃあ、親でドラがいいそう。手配はまあいいか。ドラ3。これ俺は今は切らんす。何社切ってきます。うん。うん。まあ今、普通に行くだけ。ちょっと単野は見えてる。で、単野は赤赤でも 5% あるから、まあ単野をターツとかできたら、スーローマンとか引いたら食いたんで 5% でもいいかなっていう感じだね。トイメンの仕掛けも入ったし。早いな、リーチ。上茶リーチ入った。9-1。はい、トン3曲ペーチャドラ数ピン。またドラ3枚。これはさっきよりもさらに単野を意識強めで。まあ、面前も十分見れますけどね。とりあえずそんな感じで。おい、ペイナイス。9ピン切る。まあ、そうだったらまあ、ペイだよね。まあ、9チーマンか、イーリアンマンか。まあ、俺は9チーマン来てますけど。イーリアンマン。うん。どっちなんですかね。3枚残りのカンちゃんとペンちゃん。こっちからの変則3面の受けとかあるから、全然こっちでいいか。うん、ヤマン切る。遠い面なんだ。パーマン、スーマン、3層でな。まあ、本一ではないので、まあ、後付け、薬杯が嫌だなって感じですね。おお、いいとこ引いた。9万切る。で、まあ、ペイがね、元から1枚切れなんで、まあ、数層ひっついたら、ペイペイで、ペイペイで、単野をかなって感じだが、泣けた。ね個性的やね。数層しか来たことないもの。漫画確定させるのか。元の活字がいいからな。パー9層がね、あ、88層がね、パー9層とかだったらこういうのもあんのかな。数層から両面作りに行く。まあ、ドラコって、数層が特別誰かに危険とかでもない。ウーピンも特にない。両方同じ。まあ、俺は数層切って別にサブローピン、まあ、すぐ出たらチーしなかったらいいんじゃないかな。したくないなら。別にウーピンここで切っといてサブローピンチーできない。強制的にチーできないって状態と、ここで数層切るけどサブローピンはチーしないってのって同じだから。で、まあ、もしね、天敗気配感じたら別に、天敗取っちゃってもいいし。うん、それこそ3ピンとか引いて、まあ、使うっつうなら使ってもいいよね。ここで数層切ってサブローピン引いて、天敗だけど、ラス目だからザンクになるのが嫌だっていうなら、そこでパーソー落とすとかね。そっちでしかちょっとやったことないですね。俺は。うん。ドラ絶対使いたいから固定はやっぱ、他の形もいいので、数層横ひついてめちゃくちゃ嬉しいかって言われたら、いや別にここでもウッパーワンパーソーだしなっていう。ここ以外の形がね、ウッパーワンパーソーの変則3面になってるから、なんか別にさらに量形多発求めるんだったら、やっぱり天敗受けれるチャンスで、いいんじゃないかな。うん。で、まあ、だから漫画にしたいというならサブロピンスルーしたらいいと思う。サブロピン引いても、さらに使い切ったらいいと思う。おもろいな。2、4層できても、これでも数層切っちゃうんじゃない？何してんの？ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？あれこれ上手い人よね、絶対この人。あれ？緊張してんのかな？カンちゃん残し？いや、やっぱパーソーポン剤、いや、もうない、絶対ないと思います。パーソーポン。ポンできる2枚。地位しかできない3枚。酸素1枚切れで。なんだろう。おもろいな。あ、パーソー出た。終わった。7、チーソー引いた。始まった。え？単ヤモじゃないぞ、これ。食い単じゃないぞ。え？6級層残して。数層リアンス。いや、これ絶対なんか、ミスの多い配布持ってきたよな。絶対そうやろ、これ。え？絶対こんなあの成績、いや、なんだろう。たまたま自分では気づかなかったのかな。なんだろうね。6級層って普通にペイ薬配。なんだろう。まあいいや。ちょっとなんか勘違いしてるのかな。単ヤモと。急走出た。死んだ。いや、どうしたどうしたの？ここはチュン切るんかい。普通にチュン切る。うん。な、トイメンもトイメンで何やったのこれ。うん、こういうテンプット。なんか頭で。はい。一応トイメンがちょっとなんか不思議な切り方なんで見ますか。トイメンはここから、点数へこんでるわけじゃないもんね。で、さらにローソーってことは、数ピンがひっついたってことか。直後に。8766。はーい。で、役満上がられる。役満上がられる。この点数から役満積むで、下茶と近くなった。ラス回避的にはそんな悔しくはないよね。悲しくはないよね。うん。トップ目割と離れちゃってるから、むしろ下茶と近くなって嬉しいまである。はい。トンラッシャーチャドルハツ。俺はペイちゃんのペイ。まあ普通に言ってもそうだけど。まあ対象者、ライバルの風から切っていきます。ペイから。うん。まあなんちゃに泣かれてもまあ一番いいので。うん。白。違う。いっそう。パンパンだったな。まあ、ただ、まあ、初しか着るもんないな。チートイシャンテンか。まあ、数ピン打って決め打ち。うん。いいんじゃないかな。うん。まあ、ここで完全に決め打ち。まあ、単ヤはなくなっちゃうけど、まあ、守備的に。いいと思います。ああ。ローソー3枚見えてる。安全高いのか。まあ、悪くはないか。悪くないな。ちょっとチーソーと迷うけどね。1枚切れチーソーか、まあ、2枚切れ白。ただ、自分切ってるけど、まあ、最終的に街を白にしなければね、振り点にならないんでね。うん。まあ、ちょっと迷うけど、まあ、でもまあ、いいと思います。一応、単ヤをチートイの目もあるしね。うん、なんか、これは厳しいな。はい。トイメント6300差。乱入。手配は、まあ、普通に行くだけかな。まあ、飛んじゃいそうだから、先天がむしゃらとか別にそういうわけでもないしね。うん、そういう風にやる人いるけどね、たまにね。いや、なんかもう飛びそうだから、めっちゃ先天上がりに行くみたいな。うん、それしちゃうと結局リーチに振って飛んじゃう可能性上げちゃうから。で、まあこれだったらまあ一応山に積もられても飛ばないしな。まあ普通ですね。はい。至って普通に打ちたい。はい。シャア急走切っていかない。なんか変わってんな。焦らんでいいよ。トイメント近いもん。シャア急走で。まあもし染めたいとしても、とりあえずは急走打っときゃいいんじゃない？なんかしごろとかごろしとかなんか、普通に見えるしね、ここで。とりあえずは4巡目ぐらい普通ツモ見て、なんか自敗重なったりとか、ピンズ引きまくって、そこで本一以降あるけど、こっから嘘って。個性的な打敗すんな。ああ、これはまあ、いいね。まあ、どっちにしても受け入れてるけど、急走から切っても。まあ、シャアから切ってたら、最悪だったな。で、まあ、こうなるとウーアンでもいいわ、これは。うん。第1打嘘はおかしいけど、第2打ウーアンはあるわ。このシャア重なった瞬間は。まあ、この人はウーマン、チーマン切ると思う。さすがに第1打嘘を切ってる人がここでウーマンチームは切らなかったらわけわからんし。うん。まあ、一応赤受けでね、点数ないし、チーマンウーマンもそんな危険度変わんないから、まあ、赤だけ引いた時だけ4と1でチートイとかも、まあありますよね。うん。まあだから俺、まあこれは個人的にはね、俺はチーマン切ってますね。まあそんなどっちもどっちで変わらないので、まあ、トイメに対する危険度が、それはウーマンのが危険かなぐらいで。なので、まあ一応赤だけの抽選、100分の1ぐらいでしか赤引かないけど、まあその抽選だけちょい受けて、まあチートイだけじゃなくてトイトイもあるから。3万。まあこれはチーマンだね。ここで3万はないわ。うん。うん。うんうん。まあ俺は、どっち切るかな。まあ、パーマンからのが切りたいかな。急走は明確にトイメン上地安全だから。パーマンは全件無筋。パーマンの方を切りたい。急走1枚切れだけど、ね、いいもんね。はい。で、ポンして、うん、そうですね。ポンしたらもう完全に本一決め打つ。うん。いきます。うん、いいね。もうサクサク。なんや？なんだこの試合。なんだこれ。はい。下茶が近くなった。下茶と5600、トイメンと6300。まあ普通ですね。はい。123、まあとりあえずペイ切っとく。まあ123になるとは思わんけど、ここで、うん。うん。まあもう普通にやってくる。一メンツ、9ピン。ヤンピンピン。ローマン、ああいらんなローマン。ああこれは丁寧か、これ丁寧かい。うん、まあちょっと丁寧に行くにしては順目深いなって感じかな。もうスッチピン6層にパーピン1層3層、その受けでいいと思う。タンヤオとか伸ばすって言ってもね、まあそれはあるけどね、ウーチーマン引いたら、ヤンソイソイソ切ってとかあるけど、でもなんかちょっともう遅いんじゃないかな。4トイツなわけでもないしね。4トイツ系だったらチートイ見てとかあるけど、3トイツだもんね。うん。ローマンで、ちょっと順目深すぎて、なんかローマン引っ張りもぬるそう。あ、だからこれって4統一になった。まあ、4統一になったとしても、まあ、ローマンかリアンソーで。パーソーか。うん、いや、なんかこれ、上茶に、ローマン。なんかキモいつもだな。いや、順目深いな。普通にまっすぐだったらスーローマンだけど、まあ、上茶がだからマンズに行っちゃってる。だからまあ、まあ俺はローマンスマンここで切るかな。ラスだし。まあ、万が一の事故を避けたいっていう、ね、夢も深いから他のでもいいかもしれん。だ結構全力経点見て、下茶もなんか変なことやってるし。まあ、結構全力経点見て、上茶からマンズ出るざいし、もうここでローマンスマン切って、何でもないて経点行きたいかな。はい。はい、何切るんでしょうか。リャンそうか。うん、ち、できない。ち。一応役あんのか。だったらまあ、言いそうで、言いそうで。なんか来た、変なの。なんか変なん来た。まあ、こういう時はチートイの、あ、でもテンパったんか。まあ、イーソー切りますね。この手がチートイかどうか。まあ、ちょっと最後までいっちゃおうか。つまり、チートイでした。ああ、皮が露骨。まあ、チートイかどうかは、合わせ打ちとかね、見ながら。ここまではただ、まあ、ただ川がチートイツっぽいで終わりでもいいんだけど、なんか情報あったかな。数層。ここ数層切られて数層。まあ、合わせ打ちに近い数層が出てきた。その後の3層は、あんだけど。まあ、チートイだったらおかしい手出しがね、できてたら。ここまでは特にないですね。うん、チートイを否定するというか、これチートイじゃないんじゃねみたいな手出しは今んとこない。で、なん手出し。なんも1枚、2枚切れか。2枚切れか。2枚切れ。うん。まあこれが3枚切れとかだったらね、否定されるかもしれないけど。うん。まあ、チーピンは3枚ある。なんは1枚しかないから。まあまあちょっと、うんっていう感じだけど、まあでも、そもそも皮があれなんで。で、この後の手出しがないんだっけ、もう。で、ドラか。ドラギリーチ。ドラタンにはしないんだっていう感じだけど、まあ、上がり優先で、パーピン短期にしてたんだっけ。うん。はい。で、自分がリーチ受けて、天敗。うん。まあまあ、そもそもがラスなんで、で、伊達も残価あるし、まあまあ、全部切るだけですね。はい。まあ、よっぽど、ラスパーピンをパッツもされてる。よっぽどこれしかないっていうね、のがあれば止めるかもしれないけど。はい。では次いきます。いや、苦しいな、もうなんか点数ない。これは誰かが、マンガン積もったら飛ぶし、1000、2000積も以上されても、1326とか、1000、2000でももうリーボンもなくなっちゃうと。うん、まあこれはがむしゃらかな。さすがに。はい。今切る。トン切る。シャー切る。イーソー切る。うん、初ポン、白。うん。まあ、ペンちゃんだね。うん。ドラタン、めがけて。ウーマンが好みですかね、俺は。ここで1500で命つないでも、ちょっときつい。ワンチャンやっぱ、トイメンからチョクルとかドラタンとか、まあそもそもウーマン切っても、まあ、いいシャンテンとしては、まあ6級ソース自慢でまあ悪くないし、まあペイ切った方がね、格段に上がりそうだけどね。まあ、この点数状況だと、3着とかだったらペイ切って、とりあえずね、トイメンの高打点上がられるのを阻止とかあるけど、赤とかドラなんも見えてないから。だけど、この点数でラスだと、やっぱ、1500で命つないだとこで、絶対もう一上がりはしなきゃいけない。っていうような感じで見るんで、ウーマンで。あ、これも硬いメンツだったらね。プロ、相手がプロみたいな感じだったら、ペイ切っちゃうのもあるかもしれないけどね。どうせペン短期出ないしっていう。とりあえずひとまず連チャンっていうのもうまいメンツであればあるほど、ペイ切りもよぎるんだけど、まあ、ジャンタマメンツだと、まあ、サクッとドラぐらい切ってくれるんで、まあ、やっぱりドラ単とか、まあ、ドラ引き見て、と思ったらペイか。まあ、ここは冷静か。うん、まあまあまあ。うん、残したがゆえに、開けた。ポンかチーノの選択？うん、まあ、まあ、チーノが情報出さんわね。うん。チーノが情報出さない。ただ、ポンのメリットは果敢できる。うん。まあ、それをどう考えるか。まあ、どっちでもいいんじゃない？うん。あれか、スライドとかもか。マンズをしごろにしといた方が、スライドとかでね、ちょっとでマンズの範囲切るとかはできる。うん。っていうメリットもあった。はい、リーチ入った。ん？これはパーソやな。もう決めに行く。決めに行くというか。まず、ウーソーとパーソーじゃと、うん、まあ、スーソーが3枚切りなんだけどね。まあ、ウーソーもワンチャンスって言って、切ってもいいんだけど、パーソーで当たるなら、パーソー切った方がいいし、ああ、同じ当たるしね。どっちだろうね。なんか現代風なのは俺はパーソーな気がします。なんかそれこそトイメンから甘露素をちょくったりしたときに、もうめちゃくちゃとんでもない嬉しいこと起きるから。で、まあ、なんか、実戦上だとなんかウーソー切っちゃう人多そうですね。俺も切ってるかもしれん。なんか、うん。なんか、やっぱ、打点がこんだけの点数なんで。いや、うん。いや、でも、なんかウーソー切りたいっていう人多そうですね。なんか、うん、多そうです。飛んじゃうし、みたいな。でも俺はその飛んじゃうしっていうのがないので。どっちみちこんなの飛ぼうが飛ばないが、トイメンはつも言われたら終わりなんで。別に1000、2000でも。割とね。もう。で、なんかちょっとこの手で決める感じのパーソナが、ちょっといいんじゃないかなって思います。ただ、数層がね、3枚見えじゃなくて、普通の完全な無筋だったら、もっとパーソになりますけどね。ただ、今回はまあ、嘘もワンチャンスだしって感じで、嘘を切る人多そうですね。ただ、俺はなんかパーソ切っても、がっつりの方がいい気がする。はい。どっち切るんでしょうか。嘘か。まあ、命つなぐ形がね、命つなぐんだけど、いや、まあいいわいいわ。これはちょっと俺もわからん。うん。そんなに大差だとは思ってない。9層が3枚切れとかだとパーソーしかねえって言うけど、9層1枚切れだからね。うん。ローソーで上がるのだけやめてくれ。上がらず。ローソー表示愛か。という面はスチソ。はい、上で連チャンした。あ、ハイパーいいな。はい、ペイ切る。イーソー発切っていく。はい、いや、イーマン発切っていく。なこれ。ペンチャンの延長。うん。唯一のジャント候補だけど、この形はリアンピンしか来たことないです。そっちの方がいいと思う。うん。シャンテンは戻す形になるけど、まあ一応ドラも出てくしね。このシャンテンからダイレクトに引いた場合はドラ出てっちゃうし、まあリーチドラ1でかいんだけど、いやなんか、リアンピンの方がいいんじゃない？うん。うん、まあ、これも冷静にリャンピン俺は切るかな。やっぱ連続系強いからね、4連系は。うん。ひっついた。うん、なんかいいシャンってなった。ドーラ、いらん。小さ。リーチ入った。まあ、一応トイメンが押してるかだけ確認して、トイメンは現物打ってる。ゼンツとかしてたら、まあ、トイメンが振ってくれることを願って降りるとかもね、選択肢にちょっと出るけど、無筋ぶった切っていく。トイメンこの点数から振ったら死ぬやろ。何をしてんねん。テンパった。リーチ。うん、でかい。裏1ハネマンなったらもう。裏はなし。はい、ただこれでもトイメント13100点差で、ハイパイもいい。はい、南9ピン切っていく。パッソー。パワー。なんだこれ。E ピンか C ピンで。なんか俺はちょっと E ピンのが好きな感じはする。もう単ヤオでいいかなっていう。C ピン切っても量形はリャンマンスーマ縦引き。まあ俺は E ピンで。いや、いや、いいや、どっちもいいや、ごめん。どっちもいい。本店取れるわけじゃないしな。当然ね、シャボに照れるしな。ローピン引いたとき。サブローピン引いたとき、リーノミ、いや、リーチ、ドライチ、シャボ。あんまりその価値はない。かといって、ローピンからだけと言われりゃそうか。ごめん、いや、チーピンにするわ。うん、ローピンからだけだもんな。単ヤをしくるの。リャンマン、3万、数万、ウーピンは単ヤをできるもんね。うん、じゃあ、チーピンにします。ああ、いいピンだと。おい。やるね。2層。ああ、ごめん。パーピン現物だった。うん。まあ、とにかく現物でもこれは降りていく。自分が振ったらもったいなさすぎるんで。はい、ラスマイペーチャドラスーソー。まあ、なんとも言えんな。事故ったりするのだけは嫌なんだけど、まあ、手配が悪いからそういう感じか。とりあえずは。この手配ではまあ、とりあえず事故りたくないな、守備的に行きたいなっていう感じ。ああ、役配重なっても泣きたくないからってことね。まあ、なんか、普通に言いそうとかのが、なんか、そっちのがいい気がする。自分が白重なって嫌なわけではない。重なってすぐ出て形悪かったらポンしなくてもいい。で、重なってね、ツモも良くて、これだったらまあ十分形になるから、ほんで、ポンしたら、後継イシャンテンとか、ね、テンパイだったら白ポンするし、まあ、そんな何も考えずもシャーとか言いそうとか切りたいかな。ただ明確に意思を持って白髪を切ってるんだ。リーチ入った。最悪。はい、ただこれもまあ完全にベタ折りするしかないので、積もられた。はい。漏らす。あ、ただ2着に踏みとどまってんのか。これめっちゃでかいな。じゃあまあトイメンっていうか、自分が誰かに事故らなければ、この曲でのラスはない。で、まあ、上茶がアシストしてくれる人なのかどうかもわからん。まあ、アシストしてくれそうな人だったら、がむしゃらもあるけどって感じか。いいマンかな。の、おい。おう。シート決め打ちか、おもろいな。いいんちゃう？いいと思う。これはマジで事故れないとこだから、もう完全に守備固めるチートイか。いいな、これは。これはちょっと普通に、4トイ通じしながら、まあ、単ヤオとか見ながら、いいマンかなんて言ったんだけど、で、まあ、たまたま数層ウーピンとか引いて、単ヤオイーシャンテンになったら仕掛けるかな、ぐらいな感じで。で、まあ、チートイは当然フォローできてる。だけども、確かにこれドラチュンチャンパイの数層で赤も何も持ってないから、普通に単ヤオドラさんとか踏んで、振って、ラスるんで、めっちゃいいな、これ。うまい。素晴らしい。マジで素晴らしいな、これ。俺、とっさに切れないな、これは。なんか、普通にちょっと、普通の手組みしちゃうわ、これ。なんか、ハイパイの印象が、あ、なんか単ヤオかな、みたいな。なんか、ちょこちょこってツモ引いて、本店みたいなのがあるなぁ、みたいなイメージで入ってくるから。あ、これローピン切れないなぁ。いいな。ただこの第一相撲の瞬間に4統一になったから、もうチート1本でか。いいな、めっちゃいいな。素晴らしい。うん。確かにこの手でドラマネだから、ないから、でドラチュンチャンパイだから、やっぱチート1本で守備、そうじゃない、食いたん見ちゃうと、やっぱちょっと内に寄っちゃうんで、で、まあリーチ入っても何もなくなるんで、で、別にこっからウーピンとか数層から仕掛けは別にそんな得じゃないしね。うん。まああるけどね。うん。もうなんかもうめんどくせえから何が起こるかわからんし、マジで。めんどくせえが全部仕掛けて、こんだけの点数状況だったら上茶アシストいくだろうっつって、上茶の成績が悪くなければ、なんかもう全部仕掛けもおもろいんだけど、ただちょっとね、ラス回避っぽくないんで、マジでいいな、これ。うん。これいいわ。うん。もうただただもうやる気なし。手抜き麻雀。悪く言えば手抜き麻雀。だけど、いいな。下茶仕掛けた。下茶はドラドラ以上じゃないと仕掛けない。その人が仕掛けてきた。うん。やっぱこういうのあるともういけないんでね。うん。ただこの手組だったらいけるよね。普通のクイターの手組だと結局降りようと思った時に降りる範囲なかったら死ぬんで、ただこれだったらまあ降りようと思った時はいつでも降りるから、まあまあここではまだ絞らないけど、とりあえずチュンチャンパイ全部切っちゃっても、あ、切らないの。あ、今2枚切れだからか。これちょっとどっちかわからんか。普通にチートを見て切らなかったか、下茶に絞ってんのかわかんないけど、もうチーピン。あ、もう切らない構えか。あ、それはやらんな、俺。いや、もう、いや、まあいいです。この瞬間に下茶がタンヤオドラさん、まあ、ザンクでもあかんけど、この瞬間で振ったらとは考えないから、まあ、もう一個泣かせるぐらいまでかな。この手組で9万9万で9ピンとかいっちゃうと、それこそ、トイメン上茶のリーチ何杯なくなっちゃうから、ちょっと早すぎんちゃうかな。それがマジで死ぬしね。9万9万とか、ね、9ピンとか、何発とか切って、手配チュンチャンパイだらけになって、そこで誰かのリーチ入って、下茶にも触れない、リーチにも触れないになったら、何もなくなっちゃう可能性あるから。ちょっとこれはもうチーピン、リアンソー、パーピン。まあもう一個泣かれるまではこんな川だから、切ってく。うん。下茶がちょっとでもテンパイかなぐらいの川になって初めて完全撤退あるけど、ちょっとここの完全撤退早すぎるわ。うん。おもろいな、これ。あとはね、もし上級者視点だと、下茶ある程度進めちゃって、トイメン縛りたいってのもあるかもね。これなんか自分が下茶に完全にこの絞る手順いっちゃったら、下茶の上がり率大幅下がって、トイメンが普通にリーチで上がっちゃった場合って、やっぱり自分と下茶がラス争いになっちゃうから、6000何百点差で。それも嫌だしね。もうドラさんあったらしゃあないってことなんだよな。下茶が単位をドラさんで、まあ自分が振るのはあかんけど、まあ積もられとか、トイメンから上がって単位をドラさんで自分まくられちゃうのはもう、それは良しとするんだな。その場合はもうしゃあない。うん。ただなんか、いろんなパターンあるからね。下茶が仕掛ける、親降りる、で自分降りる、流局みたいな。その2着がめっちゃでかいし、うん、やっぱどっちの可能性の方が高いかって話だけど、なんか俺は今下茶に絞る、遠い面が普通にリーチとかして上がる、でやっぱドラも赤見えてないからドラも使いやすいしね、遠い面が高いリーチ上がる、で下茶と自分があれでラス争いみたいなのが嫌かな。うん、まあそっちのイメージ。ただ今高いの上がるって言った瞬間に頭の中で思ったこと分かりましたか？上手い人なら分かったと思う。ちょっと矛盾を。うん。高い手上がるって言ったんだけど、高い手上がるの高い手がツモだったら下茶飛ぶから。いや、でもそれはちゃうな。それ言い出したら別に2着でよしってなってるもんな。トイメンが高い手上がった、下茶飛ぶからいいやんって。いや、それそもそも2着でいいやんって言ってんなら、じゃあ下茶泣かしてもいいやんになっちゃうから。うん、やっぱり下茶にこの段階から降りたらちょっときつい展開来るわ、これ。うん、それこそ下茶が、なんか、ペロって、28杯とか37杯手出しした瞬間に単用ドラさんテンパられてた時に自分が手詰まりしてなんかパーソート一落としが当たるとかさ、マジのしょうもないパターンあるから、まあ少なくともこの時点はもうこの時点でローンって言われたらそれは別に笑うだけだしな。うん。この時点でチーピンリハンソーパーピンって来ててなんかローン単用ドラさんはただ笑うだけなんでドラドラ以上か。うん。じゃまあちょっとこの手組じゃない方がいいかな。うん。まあ一応まっすぐ行ってるとチートイシャンテになってんだ。9万があるから。まあ、下茶に泣かれなければね。まあこれチートイシャンテ。でもなんかもうこう、まあまだいいんだけど、ここもパーソ切らんか。うん。ああ、数字になってパーソ。うん。うん、ああいやこれめんどくせえぞこれ。下茶天杯取って流局で自分が3着落ちてオーラス、しかも下茶とも3000で縮まっちゃうから、下茶と3400点差で1本までオーラス、マジでしょうもねえなこれ。しょうもねえことないそうだな。だからやっぱあの段階でもうこうなってくるともう下茶にもね、アシストとかも何もできないから、ローンって言われたら死んじゃうから。だからもうこうなると、だから結局どっちにも放従できないっていう感じだよね。うん。まあ、トイメンからもそんなテンパ気配ないけど、まあ、結局放従抽選になった時に癒すよね。だからまあ、がっつり、初とか、初9万、なんとかシャーとか、手配がっつり抱えてたらまあ、いいんだけど。うん、やっぱ方針としては下茶進ませてもいいっていう感じが良かったと思うわ。この段階から。下茶に2フローとかさせて、で、まあ、降りとくみたいな、うん、安定しそうかな。まあ、チート、泣かれなきゃ泣かれないでいいしね。完全に守備力高いチートイシャンテンをやって、まあ、チートイリアンシャンテンとかで粘る。で、いざ降りようとなっても、初何シャーとかを切りながらだったらシャンテンス維持できるし、チートイのでね、ひょこっとテンパったら上がり抽選受けれるから、そっちのがいいと思う。これなんか危ないこれ、うん、なんか第一でローピンはすごい良かったよね、本当にその守備はマジで良かったんだけど、3万はあ、まあその、うん、いやこれラスるんちゃうか、なんかラスのオーラ見えてる俺。違った。違った。で、まあ、3着か。うんうんうん。うん。で、まあ、そんな感じかな。いや、でも非常に面白かった。うん。なんかでも、たまにへんてこな打牌来るね。おもろいね。なんかもし、自分はこうですっていうのがあったら、DM で送っといて。俺がなんか、何どういう意味があるのみたいな。降りるときの、なんだっけ数万だっけ数万で振ったやつとか、なんかいろいろあったな。うん。なんか、2、3箇所。うん。なんか、理由あったら教えてください。僕もね、自分が想像してないような、素晴らしい理由あったら勉強したいので。はい。じゃあ、そんな感じでした。はい。もし配布券と依頼ある人あれば、気軽に送ってください。はい。じゃあ、そんじゃあまた、M リーグの検討でお会いしましょう。じゃあ、いいかな。はい。うん、いいかな。はい。じゃあ、お疲れ様でした。また。